5 minutes challenge。 皆さんこんにちは。早速始めていきましょう。まずは記憶クイズです。4つの四字熟語をリズムに合わせて足踏みをしながら覚えていきましょう。1番、一生千金。一生千金。2番、古今三章。古今三章。3番、報復対象。報復対象。4番、歯が一生。歯が一生。昨日のご飯を思い出してみましょう。朝ごはんは何を食べましたか？5秒後に声を出して言ってみましょう。はい、どうぞ。それでは私と一緒に体を動かして踊ってみましょう。手拍子2回たたく、肘下ろして、肘もう一回、手拍子、肘下ろして、肘手を回す、後ろ後ろ、前ひねります、ひねる、手を開いて、やった。もう一度後ろに、後ろ後ろ、前ひねります、ひねるひねる、やった。手拍子2回、手拍子、肘下ろす、肘開く、手拍子、手拍子、肘、パーパー、グッパーパー、グッグッ、最後にポーズ。次は今踊った動きを思い出しながら、音楽に合わせて体を動かして踊ってみましょう。できる方は私と一緒に動きを声に出して言ってみましょう。手拍子2回たたく、肘下ろす、肘、手拍子2回たたく、肘下ろす、肘、手を後ろ、後ろ、前にも回す、前、ひねります、ひねる、手を開いて、やったやった。後ろに、後ろ後ろ、前ひねります、ひねる、手を開く、やった。手拍子2回たたく、肘下ろして、肘、もう一回、たたく、たたく、肘下ろして、パー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 、グッグッ、最後にポーズ。それではリズムに合わせて足踏みをしながら、先ほど覚えた四字熟語を思い出してみましょう。1番、一生千金。2番、古今三章。3番、報復対象。4番、歯が一生。昨日のご飯を思い出してみましょう。夜ご飯は何を食べましたか？
5秒後に声を出して言ってみましょう。はい、どうぞ。はい、お疲れ様でした。また次回お会いしましょう。